と、それは、その、何と言いますか。あ、はい。遅刻してます。何のことだかよくわからないです。いえ、取り立てては。と言っても嫌いなわけではないです。どっちかというと好きです。手紙でもないと思います。あ、朝のホームルームの時に配られたプリントです。
あまり遅刻とかしない方がいいと思うんです。でも、その学校にはちゃんと来た方がいいと思いますから。そういうわけじゃないですけど、でも、その…いえ、出過ぎたことを言った私が悪いですから、すみません。おい、岡崎、院長泣かすなよ。姉貴が飛んでくるぞ。大丈夫です、泣いてませんから。はい。でもできれば遅刻しないようにしてください。あげていたら遅刻してしまいます。でもたくさん感謝されてお小遣いとかもらえます。乙女のインスピレーションです。ただ占いでそう出ただけなので。それは良くないと思います。困っている人は助けてあげないとダメだと思うんです。気にしないでください。
モーニー。いい朝だね。ボンボヘって感じ。はあ、お前の寛大さと僕の穏やかな朝に何か因果関係が？あるわけないでしょ。目覚ましのコーヒーを飲みながらお気に入りのヒップホップを聞く、その優雅な時間だけは誰にも邪魔できないのさ。今度お気に入りのテープダビングさせてやるよ。お前ボンバヘをバカにすんなよ。何言ってんだよ、あれは間違いなくヒップホップの最高傑作だっての。まあ今度空のテープ持ってこいよな。さて昼まで寝て過ごすとするか。まあね、でも起きてても仕方ないじゃん。んじゃ、おやすみ。何か言いましたか、角原君。え？レッツゴー！ Won't you take my hand？ なんとかめ、なんちゃらかんちゃらガッツゥー。別に当てとらん。あ？岡崎てめえ！大恥かいたじゃないか。だよね。で、昼はどうする？金あるなら外に出ようぜ。じゃあ学食か。今第一関節完璧触れたよ。すごくない？でも今本気出してないぜ。学生服で本気出すと破けちゃうもんね。相変わらず混んでやがんな。ま、一年連中をどければ済むけどね。はい、ここ僕たちの席ね。
向こうの席開けてた途中なのによ。はい、ここ僕の席だからどいてね。俺たち食ってる途中なのにどけって。いや、1年かと思って。1年だったら食ってる途中でもどけるんだな。いや、しないしない。僕、この前この人に食ってる最中にどけられたっす。よし、よくわかった。ちょっと裏行こうか。誤解っす。子だね。ただいま。泣いてなんかないやい。何何？いいじゃん。お、すげえ爆走。岡崎、お前行くのか？なんだよ、これからがいいところなのに。
よく寝た。さてと、どっか行くか、岡崎。ま、放課後ぐらいは楽しまないとね。どこ行く、岡崎。そっか、僕もすっからかんなんだよね。とりあえず学食行ったら誰かいるだろうからさ、ジュースでもおごらせようぜ。よし、じゃあ行こう。ねえねえ、ジュースおごってよ。100円じゃなくて200円。2人分だから、あっちの人も。うん、君いいやつだね。なんかあったら僕たちに言っておいでよね。僕たち学校の外ではブイブイ言わせてるからさ。この前も喧嘩売ってきたやつの眉間にさ、人差し指一本当ててやったの。そしたらそいつの顔面クッパみじん。うんうん、君いいやつだね。なんかあったら僕たち呼ぶといいよ。岡崎、何にする？ジュースだっての。僕だって減ってるよ。でも金がねえって言ってるだろ。カツ丼のためにんな根性見せません。に溜まる炭酸だ。これで我慢しろよ。あいつらは。こぞって女子寮を覗いたりして。あいつらは小学生か。読むだけなら持って帰っていいから家で読めよ。どうしてだよ。マジかよ。そりゃそんな風に言われると追い出せなくなるけどさ。出てってください。一度も入れたことねえよ。そもそもなんで僕がお前にこき使われにはならないんだよ。後輩でもないし、腕っぷしだって僕の方が強いはずだ。それともなんだ、今ここで上下関係白黒はっきりつけるか。
ちゃくちゃ読書に没頭してますね。それ返せよ。僕だってまだ読んでないんだぞ。お前の持ってる次の号に答え載ってるんですけど。あんた何様だよ。何のだよ。くー、なんで逆切れされんじゃならん。静かにしろや。あんた鬼っすね。くそ、マジでクロスワード解いてやる。てめえ当たってたら参りましたって言えよな。縦の1、元日から3日までを何と呼ぶか。へへへ、バカかっての。三連休っと。ダメだ、おかしい。答えとマスの数が合わないんだよ。絶対間違ってるって。ダメだ、やめ。くそ、つまんね。なんか面白いことないかね。ああ、あれね、とんだ茶番劇だったよ。この春からの編入生らしいんだけどさ、そいつがなんか人気取りしてんの。前の学校じゃよっぽど男に縁がなかったんだろうね。あんな汚い真似までしてモテようなんてさ。男だったら焼き入れてるっての。まあ女の子だからさ、見逃しておいてやるよ。それでもあんまり目につくようだったら放っておかないけどね。僕そろそろ寝たいんだけど。泊まってくの？じゃあ電気消すよ。え？あ、そう。じゃあもう寝るから出てってくれる？なんだよ。最後まで言えよ。